ヒカキン TV Everyday。 なる YouTube。 どうもヒカキンです。ファミリーマートで売ってました。AKP48 オフィシャルトレーニングカード。AKB48 トレーディングコレクションパート 2AKB48 オフィシャルトレーニングカードゲーム。1パック7枚入り全302種。ここにレアの種類とかスペシャルレアカードとか書いてあります。直筆サインカード66種。当てたいね。まあ僕としては小地春さんと篠田さんとともちんさんが好きなんで、どなたか1枚でも入ってることを願ってます。小地春が出た。この感じは当たりそうな感じ。じゃあ開けます。あ、じゃあこうしよう。僕が見る前に皆さんに見てもらいましょう。こうやってね、いきます。ほっはぁ、あ、いきますよ。ほっ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 。どうですかね。見ます。キラキラしているよ。透き通っちゃってるよ。わーい、やったー。ていうか全部キラキラしてんのね、これ。なぜか篠田さんだけクリアなんですよね、これ。うわーすげえ。あ、裏面もあるやん、これ。だから高いんだね、これ。裏面もありますね、これ。裏面は普通に光ってない感じであります。わかるかな、このすごいね、ラメがピッカピカしてるんですよ、これ。わかんないよな、これ。ちょっとライトつけて、これでわかるかな。あ、これでわかるね。今ライトつけたんですけど、ピッカピカなの、ほら、この辺、虹色にもほら、キラ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 って。これはまあ普通にね、普通な感じ。プラスチックですね。1枚目が大島優子さんだったんだけど、これまた、ピッカピッカほら。ピッカピッカするもん。裏がまたこれ、ノーサスショットだね、これ。ドゥル。で、僕、AKB は本当に有名な人しかちょっと知らないんですけど、この人は何者ですか？めちゃ可愛いんですけど、これ。ナーナ、ナーナって書いてある。断蜜みたいな顔してるね。あ、ナナ、藤田、藤田。ナナ、藤田ナナさん。今年の AKB 総選挙は立候補制と言いますが、まあどうなるんでしょうか。楽しみです。やっぱり僕は篠田さんと小地春さん応援してます。値段は高いけど十分なクオリティだから満足です。ポニョンとデイジーカキンズポイント。ナインティーン。死ぬまでに一回は会ってみたいね。ほんと握手券なんとかゲットしていきたいね。なんて思っちゃいました。バイ。ダラク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 。 YouTube YouTube 夢をつかめ YouTube。